皆さんこんにちは、ビリエージェント大林です。今回はですね、フォームローラーの使い方の解説をしていきたいと思います。このフォームローラーですね、まあ、値段も手頃で、まあ、場所もそんなに取らないです。高さ30センチぐらいで、これぐらいの幅なんで、それでですね、非常に効率よくこうウォームアップですとかクールダウンに使えるアイテムになってますので、今日はですね、顎だけはしっかりほぐしといてくださいねということを3箇所ですね、ご紹介させていただきたいなと思います。ではまず1つ目なんですけども、足の裏をですねしっかりほぐしていただきたいと。トレーニングで、まあ、一番こう関係なさそうに見えるんですけども、足の裏っていうのはこう人間のこう感覚器官が特に集中しているところですし、トレーニング中常に地面やマシンと接しているところですので、そこの感覚をしっかり整えてあげるっていうのはですね、まあ、怪我なくトレーニングするためにも重要ですし、より効率よくトレーニングするためにも実は非常に大事なところなので、しっかりですね、足の裏をホームローラーで刺激をしてあげるっていうのは大事になってきます。でやり方はすごい簡単なんですけども、もう下に置いていただいて、青竹踏みとかあるじゃないですか、あのイメージで上から踏みつけてコロコロしていただくだけで大丈夫です。こんな感じですね。思いっきり強く踏みつける必要はないです。ちょっとなんか刺激が来てるなぐらいの感じで、全然弱い刺激で大丈夫ですので、だいたい20秒から30秒ぐらい踏んでコロコロしていただくと、で終わったら反対側も踏んづけて、コロコロしていただくという感じですね。まあ、このフォームローラーを使うときに、共通して気をつけていただきたいのが、あんまり強くゴリゴリしないということですね。よく筋膜リリースとかマッサージとか、まあ、そういうのをイメージすると、ゴリゴリ強くやってほぐしてあげた方が効果が出るんじゃないかというふうに考えがちな方もいらっしゃるんですけど、もうあんまり強くやりすぎると逆にそれが原因で、怪我をしてしまう、筋肉のコンディションを損なってしまうことでもありますので、本当に弱めの刺激で大丈夫です。さっき私がやってたような本当に弱めの刺激で十分効果はありますので、あんまり強くやりすぎないということだけ気をつけてください。では2つ目なんですけども、ここですね、お尻の筋肉をほぐしていきます。まあ、お尻の筋肉なんですけども、実は腰ともつながっていますし、この上半身と下半身をつなぐすごい大切な筋肉ですので、ここをしっかりほぐしてあげることで、腰痛の予防とか、ね、改善にも効果が期待できますので、トレーニングをするしないにかかわらずですね、ちょっと腰の調子気になるなという方はコンディショニングとしてやっていただくのもいいんじゃないかなと思います。でやり方なんですけども、下にフォームローラーを置いていただいたら、こうマットに手をついてですね、自分の体重がかかりすぎないように調整をしながら横向きで乗ります。でちょうどお尻の筋肉の横のあたりに当てて転がす。でちょっと凝ってるなっていうところがあったら止めていただいて、継続して圧をかけていただく。ここもあまりグイ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 強く押す必要はないです。ちょっと圧がかかっているなと感じるぐらいの、弱めの刺激で十分効果はありますので、グイグイしないように気をつけてください。ちょっとこう天井を向くような形で、お尻の真ん中に近いところを刺激してみたりとかですね、逆にちょっとこう下を向いていただいて、もう、ね、前ももに近いようなこうですね、刺激していただいて、まんべんなくこう刺激していただくとより効果が期待できます。で次にですね、ちょっと上の方に行ってこの腰のところも、一緒にほぐしてあげるとよりコンディショニングの効果が高まります。でよく腰っていうと真上を向いて
思いっきりボカって乗っかっちゃう方多いんですけども、腰椎といって、腰の骨にものすごい負担をかけてしまうので、やめておいてください。まあ、圧がかかって気持ちいいなと思う方もいらっしゃると思うんですけども、これは実は非常に怪我のリスクを高めてしまうやり方なので、絶対にやらないでください。腰を刺激するときは、お尻と同じように横を向いて背骨に直接ですね、フォームローラー当たらないように筋肉だけをこう圧迫してあげるように気をつけておいてください。では最後3つ目なんですけども、背骨のですね上の方、胸椎というところになるんですけども、そこをほぐして伸ばしていこうと思います。特にですね、お仕事でデスクワークが多い方なんかはこうパソコンをいじっていてですね、よく背中が丸まって固まるとか猫背になるとか言うじゃないですか。その辺のこう固まりやすいちょうどエリアになります。その辺の胸椎の柔軟性をしっかりトレーニング前に戻してあげると、より効率よくトレーニングもできますし、胸椎の柔軟性が高い方というのは、腰椎、腰ですねとか、頸椎、首なんかへの負担も減らすことができるので、首や腰の怪我を予防することにもつながります。なので、実はですね、腰周りの筋肉をほぐすよりも、実はこの胸椎、背骨の上の方、まあ、大体まあこの辺のエリアになるんですけども、その辺の、背中の部分をしっかりほぐしてあげるというのが、コンディショニングでは大事になります。で、やり方なんですけども、マットの上にフォームローラーを置いていただいたら、もうこれはですね、真上を向く形で仰向けでフォームローラーの上に乗っかります。腰の骨、腰椎は、直接こういう形で乗らないでくださいというふうに、解説をしたんですけども、胸椎は逆にもう乗ってしまって大丈夫です。胸椎は腰椎に比べて柔軟性が高くてよく動く部分であるので、思いっきり乗っていただいても怪我のリスクは少ないので、思いっきり乗っていただいて大丈夫です。でまずはちょっとお腹に力を入れて、まっすぐ体を保った状態でまんべんなくこの首の付け根のですね、このコブのところあたりから、みぞおちのあるあたりまで、まんべんなくコロコロコロと転がして、圧を加えていきます。ちょっと首がつらいなという方は首の下に手をかけていただいても大丈夫です。これちょっとね、圧が強すぎて痛いなという方はお尻をつけていただいて、圧を調整しながらこういう形でですやっていただいても大丈夫です。で、これでまんべんなく刺激が終わったら、今度はぐーっと体を反らしていきます。フォームローラーに体を預けて、深呼吸するような形で大きく息を吐いて、もうリラックスするだけで、自然と胸椎のところは伸ばされていきますので、もうとにかくリラックスすることだけ意識をしてください。でちょっとまた上に行って、手の位置は体の横でも大丈夫ですし、まあ万歳するような形でも大丈夫です。ちょっと首がつらいなという方は頭の下に置いておいてもいいと思います。はい、ということでですね、今回はこのフォームローラーの使い方ということで、基本のここだけはほぐしてくださいという場所をですね、3箇所ご紹介させていただきました。もうちょっとですね、細かいところを挙げると本当にキリがないぐらいですね、このフォームローラーの使い方というのはいろいろあるんですけども、この3箇所はどのトレーニングでもどのレベルの方にでもおすすめができる本当に基本的な部分ですので、まずはこの3箇所をしっかり押さえていただいて、毎回のトレーニングの前にやっていただいたりですとか、トレーニングのない日でもコンディショニングのために使っていただけるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動
動画参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。